はい、どうも、あだちです。今日は素敵なゲストをお招きして三橋さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、株式会社スピーチジャパンの三橋大輔と申します。はい、お願いします。はい、はい、三橋さんと僕はね、あのスクールメディアブランディングってところで一緒にやらせてもらったりとか、はい、まあ放送作家アナウンサーで、はい、なんとなくこう相性が良くていろいろやらさせてもらってるんですけれども、はい、うん、三橋さんを知らない人もいると思うので、はい、でちょっと自己紹介もうちょっとしてもらえますか。はい、はい、私三橋はですね、はい、テレビ局のアナウンサーを11年間やっておりまして、はい、2010年に独立して、まあ、スピージャパンという話し方に関する、うん、研修会社を立ち上げて、はい、まあ、個別指導とか、あと企業研修とかやって、はい、でその先にね、話し方を使ってもっとビジネスを拡大しようっていうビジネス塾、うん、まあ、そのうちの一つが足立さんと一緒に、まあ、メディアの活用をうまく使って売り上げを上げようみたいな塾をやったりしております。はい、そうですよね。はい、だから今度出る俺の新刊が、その人も心も、人もお金も引き寄せる伝え方の魔法っていう本なんで、うん、まあ、伝え方話し方、はい、あの近い部分ありますよね。はい、はい、そうですね。はい、そして今日はこの人脈構築のためのビジネス雑談力という話で、うん、はい、まあ、もう一度喋る話す雑談で、うん、もう一度この人と会ってみたい、魅力的に自分を伝えるみたいな、はい、なんかそんなような話がちょっとできるといいんですけど、うん、分かりました。あ、でもこうもう一度、まあ、例えば懇親会みたいなところで始めましてみたいになって、うん、もう一度会ってみたいって思う人になるためには どういうものが必要だみたいな思います？はい、結構僕はですね、はい、起業して今7年なんですけど、はいはい、起業して1年2年ってかなりベタなことやってたんですよ。その、はいはい、異業種交流会に行って、うんうんうん、名刺交換してって、まあ、よくそんなことやっちゃダメだって言われるような代表的な、うんうん、あの行動としてですね、異業種交流会だけでも多分ね、もう100ぐらい行ったかもしれないです。マジですか？で僕定期的にもう毎週行くような異業種交流会にも行ってたし、ありますね。はい、で僕意外とでもそこで僕結果出してきた方なんですよ。おお、その秘訣は。はい、でそこでダメな人と、まあ、結果出る、まあ、僕はおかげさまでそこで企業研修が本当に取れたり、多分1000万ぐらいなんだかんだで2年ぐらいですけどね、異業種交流会経由で売り上がったお金、マジっすか？はい、ではあるんですよ。でも一方で異業種交流会いくら行っても名刺交換しまくってもダメな人もいるじゃないですか。うん、いますよね。で、まあ、僕も最初からもちろんうまくいったわけじゃないんですけど、まあ、途中で気づいて切り替えたことが、うん、はい、やっぱりですね、はい、質問を変えるっていうか、はい、ダメな人ってやっぱりまずプレゼンから入るんですよね。はい、私こういう人間です、はい、まあ、はい、こういうビジネスやってるんですけど、はいはいはい、よかったら私さん興味ないですかみたいな。ああ、はいはい、はい、で、はいはい、これってね、はい、結局不特定多数が集う異業種交流で、うんうん、あなたのビジネスを今欲しがってる可能性ってほぼゼロなんです。なるほどなるほどなるほど。それもう万に一つがありますけど、ね、不動産、じゃあ私千代田区で不動産やってるんですけど、千代田区のマンションよかったら住みませんかって言ってるようなもんで、なるほどなるほど、そういう興味ねえしみたいな、はいはいはい、なるじゃないですか。だけどみんなやっちゃうんですよ、その万に一つをかけてるって。ああ、なるほどなるほど。だからちょっと言ってみようかよ。はい、だからなんか PR しよう、まあ、名刺のちゃんと丁寧に相手に伝えようみたいのをメインにしちゃってる人がダメな人なんですよ。なるほど、うん、はい、で僕ももちろん名刺出すし、はいはい、初めまして三橋ですってやるんですけど、はいはい、僕を質問を変えたのは、はい、まあ、それある先輩からこうやった方がいいよって言われてやったのは、うんうんうん、今日、うん、まあ、例えば足立さんと名刺交換します。はいはい、まあまあ僕のことはいいんですけど、今日足立さんってどんな人と出会いたいと思ってこの会場来られたんですかって聞くんですよ。ほう、やっぱり出会いたい人っているじゃないですか。まあまあまあ、そうですよね。で大体の場合僕じゃないんですよ。はいはいはい、アナウンサーに会いたいと思って異業種交流会来て、あ、僕ですってありえない。なかなかないですよね。はい、そうじゃなくて、はい、足立さんは足立さんで、はい、今せっかく異業種交流会来たから、はい、こんな人とか、例えば分かんないです、ウェブデザイナーとかいたらいいなとか、はい、まあ、ちょっと相続に強い税理士いたらいいなとか、はい、なんか漠然とっていうか、まあ、ありますね、まあ、言ってるんだから会いたいするじゃないですか、はいはいはい、そうすると聞くわけですよ、はいはい、そうすると大概僕じゃないけど、ああ、ウェブデザイナーでとか、まあ、相続に強い税理士でとか言ったら、はい、僕はそれをとにかく聞きまくって、はい、あ、僕、まあ、全員じゃないですよ、 100% 無理だけど、あ、いますよ優秀なウェブデザイナー、はいはい、ああ、すごい信頼できるんで、よかったら今度ランチしましょうよ、で今度ご紹介しますよ、ほっていう風に。なるほど。やっぱり最初に誰に会いたいかっていう質問から入って、そのニーズをできる限り答えて、あ、まあ後から僕の話ができればいいかなぐらいの、はい、まず相手を勝たせるっていうか、そういうことか、そういうことか、うん、まあまあ変な話、この人と話をこの先続けてメリットがあるなってことですよね、はい、そうそうそう、アナウンサーには用がないかもしれないけど、そうそうそう、三橋さんがしてる優秀なウェブデザイナーにもまあ会ってみたい気がすると、うん、そうなんですよ、よってまあ繋がって、こうメリット、まあメリットがあるないって言っちゃいけないけど、うん、メリットがあるなって相手に思
思わせるってことか。そうですね。そうすると何が起こるかっていうと、まあ、足立さんにじゃあウェブデザイン紹介したら、うんうん、まあ、喜ばれて、はい、三橋君ありがとうってなると、うんうん、その後から、うん、足立さんから聞かれるんですよ。じゃあ三橋君って誰に会いたい？なるほど。はい。はい、それを意識し始めたから変わったんですよ、はい、なるほど。かっこよく言えばまず与えよみたいなことですけど、すね、意外とこれ異業種交流会ってできないんですよ。なるほど、ね、ちょっと鼻息荒くね、なるほど、ね、50枚交換しようとかやるのやってもいいんだけど、はいはいはい、質問変えましょうねっていうのを僕よく言います。あ、それはこんなお話をただで流しちゃったやっぱいい話ですねこれね。いや結構これはいつもギブアンドテイクじゃなくて、はい、ギブアンドギブっていう話をしてるけど、まあでもそういうことですよ ね、 そうですね。相手に何をまず貢献できるか考えようか、うん、だから異業種交流会はやっぱり異業種交流って言ってるだけあって、みんなやっぱり誰かに会いたいんですよ。はいはいはい、まだ見ぬ。なるほどなるほど。それをちゃんと聞いて、まあこの人と仲良くなりたいんだったら全力でそれに応えてみてはどうですかっていう、その努力をすると絶対人脈ももちろん広がるし、やっぱり伝え方っていうか話し方がやっぱりそういうね、相手ありきになるから、もう嫌な気分じゃないわけですよ。なるほど。あ、なんか、あ、俺のこと興味持ってくれてんだと、っていう。だから自分のプレゼンばっかりしてると足立さんが何を求めてるかっていう話じゃなくて、そうですよね、になっちゃうから、やっぱり質問変えようねと、こういう話し方しようねっていうことをよく言ったりします。なるほど、うん、確かにそうだ。あ、俺異業種交流会ってあんまり出たことなくて、はい、で逆にいたらびっくりしますけど苦手なんですよ。はい、はい、でもなんか懇親会とかでなんかこう見ず知らずの人がわさわさいるところで、はい、なんか一人で黙って立ってるのもなんだし、喋んなきゃいけない時ってあるじゃないですか、うん、俺はそういう時は必ずもう相手に聞くんですよ、うんうんうん、何やってるんですか、マジですか、はいはい、そんな大して面白くねえ仕事でもなんかこの仕事珍しいじゃないですか、どういう仕事なんですか、うん、どんなことやるんですか、本当ですかみたいなやって聞いてあげると、まあ相手はやっぱりこう、そうですね、ほぐれるわな、うん、なるほどね。だから僕はもう誰に今会いたいですか、うん、でなんで今日来てどんな人で会えて会えたらいいなって思ってこの交流会にいらっしゃったんですかって聞きますね。なるほどね、なるほどなるほど。これ今日いい話をいただいた、ありがとうございます。はい、まあ雑談といえども相手を気持ちよく喋らせて相手に貢献できることを考えるんですね、うん、そうですね、なるほど、はい、そうすることによって人脈ができていくと、うん、そういうことだと思います、はい、ありがとうございます、はい、お役に立ったでしょうか、はいはい、ということでね、あのここのサイトで皆さんいろいろ人脈つながっていくようにしましょうよね。はい、はい、じゃあ今日皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。どうも。